カサブランカ級航空母艦の一番艦。艦名はモロッコのカサブランカにちなんで命名された。当初はアミールの艦名で1942年8月20日にアクブマイナス55に艦首変更され、1943年1月23日にアラゾン米に改名された。その後1943年4月3日にカサブランカに改名され、 1943年7月15日に、クブマイナス55へと、艦首変更された。カサブランカは1943年4月5日に、合衆国会議委員会の契約下ワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1943年7月8日に、エレノアル・ーズベルトによって、浸水、海軍に引き渡され、 同日 WW ギャラウェイ艦長の指揮下収益する。その後カサブランカは太平洋艦隊に配属された。カサブランカはファンデフカ海峡で訓練艦として護衛空母の乗員を1944年8月まで訓練し8月24日にサンフランシスコで兵員、航空機、ガソリンを積み込みパプアニューギニアのマヌストへ向かう。10月8日に シアトルに帰還し、ピュージェット湾で、再び訓練任務を再開し1945年1月22日まで行った後、サンディエゴで修理を行う。3月13日に出港、真珠湾に向かったカサブランカは、その後兵員と航空機をグアム西岸に輸送する。5月12日までサマール島、マヌス島、パラオに向けて輸送任務に従事し、 その後、オーバーホールのため帰還する。6月24日に兵員を輸送して、新珠湾に到着し、夏の真中、西海岸から新珠湾及びグアムへ兵員を輸送した。8月にサイパンで空母として短期間訓練を行った後、カソブランカは帰還兵を乗せ、サンフランシスコへ向かい9月24日に到着する。その後も太平洋艦隊で西海岸から、 真珠湾に向けての兵員輸送を9月、10月、11月まで行う。カサブランカは真珠湾、エスピリット・サント・ジマ、ヌメアから兵員を輸送した。最後の兵員輸送は12月8日から1946年1月16日にかけて行われたサンフランシスコから横浜に向けてのものであった。カサブランカは1月23日にバージニア州ノーフォークに向けて サンフランシスコを出港し、2月10日に到着した。その後、カサブランカは、同地で6月10日に退役し、1947年4月23日に、スクラップとして売却された。ありがとうございます。